はい、始まりました、石門ジャップ TV。 とうとう来たなこの時がって思わずラッパーのカン AK ガミさんのパンチラインを引用したくなる2022年 J1 リーグ第9節柏レイソル VS 京都サンガ FC 戦。この2チームといえば、かつて2019年 J2 リーグ第42節の最終戦、13対1で柏が大勝し京都が大敗した歴史的出来事にもなっている試合以来の VS 柏とのリーグ戦ということで、京都サンガ FC のサポーターとしては本当に待ちわびました。そこで舞台を J2 から J1 に変えて、お互い好調チーム同士と最高の舞台が整ったところで、2022年 J1 リーグ第9節の柏レイソル VS 京都サンガ FC 戦のレビューをお送り届けたいと思っておりますので、よろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。ということで、早速その柏 VS 京都戦の試合結果等はこの通り、0対2で柏敗戦、一方京都サンガ FC 勝利。いやー、本当に最高の勝利、素晴らしい。もう日曜の深夜であり、かつ明日月曜日の朝から私仕事なんですけども、そんなん忘れさせてくれるくらい、もう気持ちが高ぶりに高ぶっております。まあ、そんな流れでですね、今この動画を撮影しているわけなんですが、この柏の地に関してはもう絶対に負けられないですし、絶対絶対に勝ちたいと思っていたゲーム、およびその2019年京都に地獄の13失点をお見舞いした、そのオルンガ選手はおらんが、当時指揮をしていたネルシーニョ監督および京都を地獄にですね貶めた布部 GM が裏で糸を引いている柏レイソルでありますので、その柏に勝利したのは本当にですね、もうなんかもう言葉では言い表せないぐらいのですね、もう最高の勝利でありましたので、またこの試合に関しては、そう、2試合連続 J1 リーグで最少失点を誇っていたチームに複数得点で連勝している勝利でありますので、もうできすぎなぐらいで本当に怖いです。今思えば私のこの YouTube 活動も、この2019年柏に13失点とボコられた試合の次の試合である2020年の開幕戦からこの YouTube 活動がスタートしたわけですので、いつかこの柏とはですね、この柏の地で絶対に勝ってレビュー動画を撮りたいと、もう夢に思っておりましたので、その夢を一つ実現できたというところで、もう喜びもひとしお。またこの結果を受けて、京都サンガ FC 順位が5位、およびピーター・ウタカ選手が得点王独走中の7得点と本当に素晴らしい。かつて京都パープルサンガ時代に2002年第5位でフィニッシュしたのが最高成績なんですが、それに並ぶ成績にですね、この第9節でですね早くも並んだということで、京都サンガ FC というクラブが一つ上のステージに上がったと言っていい、まあ、それぐらいですね、個人的には歴史的な勝利、もう柏レイソルに雪辱をですねついに果たすことができましたので、サンガのサポーターとしては重荷が降りた、もう歴史的な本当に素晴らしい勝利だったのではないでしょうか。そこでこの試合に対する一言メモですが、 J1 昇格後初の連勝で13対1の歴史的大敗払拭、柏に今季初の連敗食らわす最高の夜にとありまして、日曜ナイターゲームっていうのが本当にもったいないくらい素晴らしいゲームでした。まあ、私自身も個人的にこの柏の地に関してはですね、もうぜひ現地観戦でこの試合を見届けたかった。ただ日曜ナイターっ
っていうことおよび子育ての関係もあってですね、まあ見に行けないっていうのがあった次第なんですが、とはいえ、まあサンガのサポーターもですね、まあまばらではあったんですけども、日曜ナイターの割にはですね、まあ多くの方がまあ押し寄せてくれて、まあそれがサンガのですね、選手たちを、まあこの連戦の真っ只中、非常に厳しいね、体力面の部分があったと思うんですけど、もうそこはサンガサポーターが後押ししてくれたということで、まあ本当にですね、素晴らしい勝利でありますし、もうサンガサポーターの私としてもですね、もうオルンガ被害者の会の、まあ、名誉会長及び、もうこの J リーグでもう最多失点記録というね、不名誉な記録の呪縛、まあそこからですね、ようやく解放されたこの勝利、もう日曜ナイターとはいえですね、もう本当にもう気持ちがもう舞い上がっているところなんですが、まあそこでピックアップワードをもとに試合の流れ等を振り返っていきたいと思います。まず、両チームのスタメンを振り返っていきます。柏レイソルからのスタメンですが、まず監督が京都サンガ FC と同じくネルシーニョさんがコロナではないんですが、アキレス腱の手術があるということで、井原正美コーチが代行監督を務める形となっております。そこでメンバーの編成に関してですが、おなじみの361システム、リーグ戦ということもあり、メンバーは本気中の本気。その中でも個人的に注目なのが、サンガと古巣対戦となる小山津選手と高橋選手、古巣のサンガ相手にどこまで成長した姿を見せつけられるのか、まあ、そこも含めて非常に注目ポイントになっていたと思います。また他で注目なのが、マテウス・サビオ選手。柏の助っ人外国人選手といえば、クリスティアノ選手が真っ先に思い浮かぶんですが、そのクリスティアノ選手に代わって、柏レイソルの新エースとして今季躍進しているのが、このマテウス・サビオ選手。まあ、このサンガ戦に関してもですね、その背番号10番にふさわしい活躍をしておりましたので、この選手をどう抑えるのかっていうところは、非常に注目ポイントになっていたと思います。その一方、京都サンガ FC のですね、スタメンに関してですが、こちらも同じく監督が、張貴司氏がコロナウイルス感染症の関係もあり、隔離。まあ、その結果ですね、杉山大光監督が、ルヴァンカップに引き続き、今節も指揮を取るという形で、まあ、そこでメンバー編成に関しては、おなじみの433システム。まあ、ルヴァンカップのメンバーと比べると、福岡選手がですね、まあ、連続スタメンということで、背番号10番、フル稼働しており、この福岡選手が連戦の中でどういう活躍ができるのかっていうところが非常に注目ポイントとして挙げられると思います。そこで次、ピックアップワードの中からいくつか抜粋し、試合の流れ等を振り返っていきたいと思います。まずアウェー3連戦の始まりとありまして、これまでサンガはホームで連戦に次ぐ連戦があったということで、まあ、そこでコンディション面の部分は非常に優位性があったと思うんですが、まあ、それに対してこの第9節からアウェー3連戦ということで、まあ、京都がどういった試合運びをするかっていうところで、ここは柏と同じく京都も前からガンガンに行く姿勢っていうのが非常に目立ち、まあ、両チームとも運動量をベースとしているチーム同士でありましたので、もう開始早々から見応えが抜群でした。まあ、その中でも開始早々からですね、山田選手のまあシュートフィニッシュに携わるなど、まあサンガがボールを奪って即前につけて、まあ、山田選手がシュートフィニッシュ、まあ、ここはですねサンガの形が早々見えましたし、またここはですね、もうお互いに言えることなんですが、奪ったら即前にっていうのは、この柏レイソルにとってもですね、同じことが言えましたので、両チームともですね、まあ、スタイルをですね、まざまざと見せつける、まあ、試合のですね、入りだったと思います。まあ、その中でもですね、ピックアップワードとしても挙げている通り、厄介な柏の低いライン設定とありまして、柏レイソルに関しては、京都のハイラインと違って、割とですね、そのゾーンディフェンス的なところがあってですね、結構構える守備でありましたので、また、それがですね、ビルドアップの部分でも、選手の距離感が特に前と後ろの方で割と乖離があって、まあ、その間をですねドッジ選手と豊島選手がうまくボールを引き出し展開するっていうところだったので、サンガの選手がですねそこにつられて結構まあ走らされ及び剥がされるっていう部分、ここはドッジ選手及び豊島選手が非常にうまかったので、京都としては非常に苦しめた部分があったと思います。まあ、特に豊島選手の縦パスからのスイッチが入った柏レイソルの攻撃の展開っていうのはですね、まあ、京都としては捕まえづらい部分がありましたし、まあ、非常に辛かった部分はあったと思いますが、とはいえ
13分先制するのは京都ということで、まあ、すでに今季ベストゴール認定というふうにピックアップワードとして挙げておりまして、荻原選手の先制弾本当に素晴らしかった。京都の理想が詰まった先制弾だったのではないでしょうか。もう川崎選手以外、そのフィールドプレイヤー10人全てがですね、このボールに携わっており、正直、まあ、今季のですね、京都サンガ FC の試合をおそらく年末振り返ると思うんですが、このゴールはベストゴール認定にはですね、もう間違いなく入るであろうゴール、まあ、そんなゴールをですね、まあ、簡単に振り返っていきますと、まずは、もうサンガの自陣でもうヒヤヒヤな両サイドバックが自陣でヒヤヒヤなつなぎを行っていたということで、まあここはですね、上福本選手も関わったというところで、もう、もうゴールからね、1メートルもないぐらいのところにね、ボールがあって、もうここ、まあ柏レイソルもね、ここぞというところでですね、もう、プレスをですね、かけているところを、まあ、なんとか回避し、まあ、浅田選手、まあ、井上選手で、その井上選手からサイドの白井選手に展開。で、この白井選手がまず降りてきた宇高選手につないで、この宇高選手がうまく、もうこの柏レイソルのですね、まあ、右サイドを攻略するという形で、福岡選手にこのワンタッチで叩いた。まずここで、まあ、一つ目の、もう、部分をまあ攻略で、その上で福岡選手がですね、武田選手にまあつけるわけですが、この福岡選手と武田選手がですね、交差するようにランニングしていた。まあ、ここがまず素晴らしかったですね。まあ、武田選手もですね、うまくボールを持ち運びながら山田選手にまずパスを出したわけなんですが、まあ、それによって相手のドッジ選手をですね、この武田選手の方に、いや、右サイドに引き寄せておりましたので、その分、福岡選手がズルズルっと上がっていったというところで、この両インサイドハーフの交差するランニングっていうのは、この得点を取る上で非常に大きい、まあ、一番のポイントだったと思います。宇高選手のところで右サイドを攻略し、武田選手のところでバイタルエリアをフリーにし、でそこに侵入してきた福岡選手が、まあ、山田選手からパスを受けて、まあ、ここ結構ね、この松田天馬選手に次パスを供給するわけですが、その山田選手からパスを受ける前に、この武田選手がその余裕をですね、作ってくれたので、福岡選手のために、その結果福岡選手、首を何回も振ってましたね。この余裕を作ってくれたのは武田選手のですね、動き出し、まあ、どっち選手をですね、まあ、引き寄せる右サイドへのランニングっていう部分が大きかったと思いますので、その結果、福岡選手のワンタッチ、これワンタッチで入れられたっていうのがですね、まあ、やはり首を振っていたからこそでありましたので、まあ、その結果、松田天馬選手にボールが供給され、で松田天馬選手がちょっと時間を作り、その隙に、もう、荻原選手が上がってきた。まあ、この荻原選手が上がってきたっていうのもですね、まあ、武田選手のランニングっていう部分で時間を作ったっていうのも、まあ、これもですね、繋がっている部分がありましたので、武田選手が果たした役割と、この福岡選手がね、この首を振りながらワンタッチで入れた、まあ、この両インサイドハーフが交差しながらランニングし、かつ、ね、クリエイティブなプレーをしたっていうところで、まあ、時間を作り、かつスペースもですね、作ることができましたので、その結果、まあ、松田天馬選手のこのもうために荻原選手がもうフィニッシュということで、このね、松田天馬選手からボールを奪うこの気持ちの強さ、それがまさにですね、まあ、シュートにも現れていたというところで、柏レイソルのディフェンダーのですね、足に当たりながらもゴールネットに吸い込まれるあたり、もう荻原選手の気持ちの強さ及び、まあ、京都のですね、もう華麗な連携があってこそでありましたので、華麗な連携及びこの泥臭さ、この二つがね、もう相混じっているゴールでありましたので、もうサッカーの全てが詰まったゴールと言っていいぐらい、もう各ポジションごとにですね、求められるタスクを全選手が忠実に遂行したゴールでありましたので、まあ、本当に、もう、何と言っていいのかもうわかんないんですけども、素晴らしいゴールをありがとうと言いたいところです。そんな思わず感謝してしまうほどの今季ベストゴール認定レベルのゴールで京都が先制したわけですが、その後は柏レイソルの出足がですね、まあ、よりギアアップしたイメージもあり、京都としては押し込まれる展開が増えたと思います。とはいえ、42分、華麗なパスワーク&切り替えとありまして、京都、ここでもですね、リズムを京都に持っていくことができました。
まずは上福本選手が自慢の守備範囲の広さを見せつけて柏レイソルからボールを奪い、まあ、武田選手からピーター・ウタカ選手にですね、まあ、鎖パスをつけたところでですね、まあ、非常に細かいパスの展開、いわゆる三角形トライアングルがですね、次から次へと作られるような形でですね、パスワークが始まったわけなんですが、まあこれ本当に華麗でありましたし、そのパスを受けた選手のですね、そばにすぐ他の選手がですね、パスコースをですね、確保するかのようにそのそばにいてくれるので、まあこれがあってですね、その遊び玉みたいなのも京都としては、まあ、相手を引き寄せるようなパスも出せるし、その引き寄せたところですぐに一気に展開っていうのもできるので、まあ、ここ選手の距離感っていうのがですね非常に密で、まあ、それは華麗なパスワークもできるだろうと、まあ、ここは京都としてはもう練習で本当に何本もやってるんだろうと、非常にですね再現性がある素晴らしいパスワークでありましたので、これはまあ J2 時代でもよく見えた形でありましたので、まあ、先制点と同じく、まあ、ようやく J1 でもですね、この細かいパスワーク、もうこれは奪って速攻っていうところよりかはですね、まあ、奪ってからのスタートではあるものの、まあ、時間をかけながらでもですね、その細かいパスワークで相手を翻弄できるところっていうのはですね、この J2 から J1 に舞台を変えても、まあ、ようやく発揮できるっていうところで、まあ、京都、まあ、レベルアップした姿をですね、まあ、より J1 でも見せつけたっていう部分で非常に印象が残りましたし、また結果的にこれピーター・ウタカ選手がですね、まあ、サイドへ展開しようとしたところ、ちょっとねパスが緩かったのでカチュア・レイソルの選手に取られたところなんですが、そこはですねもう京都の自慢の切り替えがですね、まあ、炸裂したというところで、まあ、大事には至らなかったんですが、そのミスしたピーター・ウタカ選手までも戻ってのですねこの守備でありましたので、まあ、この京都のですね、まあ、切り替え、まあ、奪われたら自分が奪い返すっていうのはこれ当然なことでありますので、最終的に奪ったのはピーター・ウタカ選手ではないんですが、ムタカ選手がですねこの戻る姿勢っていうのも素晴らしいですし、他の選手にもですねこのウタカ選手がボールを奪われてすぐ戻るならば自分もっていう風な気持ちにもなるでしょうから、ここはベテランとしてですね素晴らしい姿勢を示したっていうところで非常に印象が残っております。まあ、そんなところで前半に関してはですね、まあ、割と京都のですね、まあ、ペースで最終的にはうまく持っていったところで迎えた後半、その後半に関しては開始早々の3分ピーター・ウタカ選手の追加点、お見事です。J1 トップ10を独走中ということで、まあ本当にですねもう思わず私の頬もにやけるにやける。またこれセットプレーでの得点っていうのがいいですね。まあ、昨シーズン J2 ではですねもう最下位レベルにですねセットプレーからの得点がもう少なく少なく、まあ、それに対してこの J1 昇格して以降このセットプレーからの得点がですね増えたのは、本当にこの課題に対してですねもうしっかり向き合えている証拠を、まあ、このピーター・ウタカ選手の得点に関してはですね、川崎選手のですね、まあ、強引なドリブルシュートからそのこぼれにピーター・ウタカ選手が押し込むという形でありましたが、川崎選手、ボールを奪う時だけでなく、この攻撃の部分でもですね、この手の使い方がめちゃくちゃうまい。もうファールにならん程度にうまく相手っていうのをですね、その相手がですね、チャージしてくるところをうまく押し返すような、この手の使い方、まあそれがあってこそのですね、この追加点でありましたので、本当に京都としてはですね、ちょっと後半はですね、まあ柏の出足もね、結構早くなってくるところであり、まあ、ホームチームの柏及びアウェーチームの京都とこの構造を、まあ、通りのですね後半になっていっただけに、この3分、まあ、後半の3分でこの京都が追加点取れたっていうのは非常に大きかったと思います。まあ、その中でも先ほどね述べた通り、まあ、柏がホームチームらしくですね、まあ、ボールを支配する展開が非常に多く、まあ、パス数もこのスタッツにもある通り588本と柏レイソルらしくないぐらいね、このパスを回している部分があって、ここはやはり京都が連戦に次ぐ連戦でですね、まあこの確か川崎選手及び山田選手、あとは松田天馬選手までも足をつるぐらいのですね、もうレベルで、もう強度としては走らされましたので、まあ、その結果京都のね、この強度、まあ、及びプレスの強度も当然後半からですね、まあ、低くなってくるところがあって、まあ、その結果柏が、まあ、ボールを動かし、まあ、それに加えて、まあ、さらに、もう強度としては、まあ、プレスの強度に、まあ、
ちょっと陰りが見えたっていうところで、まあ、かなり苦しんだ部分はあったんですが、まあ、そこで個人的に気になるピックアップワードとして取り上げておきたいのが、74分、武田のバランス力、花丸とありまして、確か74分ですね、まあ、川崎選手と松田選手がサイドで柏の選手にですね、うまく剥がされてしまい、京都としてはバランスが結構崩れたところで、まあ、本来だったらですね、まあ、京都のですね、ディフェンスとしては川崎選手、松田天馬選手剥がされたら、ここをですね、福岡選手であったり、武田選手がですね、またガツンとですね、行くところなんですが、ここは74分の時間帯ということもあり、武田選手、うまく相手の選手をですね、遅らせるように、この、あえてプレスに行かなかった、ここがですね、素晴らしい判断だったと思います。まあ、これまで、まあ、武田選手は確かこの試合でも一番ね、確か走っていたと思いますので、この走りに走りまくった武田選手が、この74分と、この試合において、一番苦しい時間帯であろうときに素晴らしい判断能力をしてですね、まあ、京都のですね、このバランスが崩されたこの柏レイソルによる剥がしをうまく対応したこの遅らせる守備っていうのはですね、もう素晴らしい判断能力でありましたので、もうね、この試合おそらく、まあ、ナイターゲームということもあり、ね、各 J リーグのサポーターの方は見てくれていると思うんですけど、この武田選手のヤバさっていうのは、この試合で、まあ、証明してくれたのではないでしょうか。まあ、そんな武田選手のですね、まあ、レベルの高さを見せつけたところで、まあ、試合はそのままですね、刻々試合終了の時間を迎えて、まあ、0対2で、まあ、京都が逃げ切り、柏レイソルとしては今季初の連敗となったわけですが、まあ、その中でもですね、まあ、ピックアップワードとして取り上げておきたいのが、余裕を見せる上福本の胸トラップとありまして、この試合終始、上福本選手、なんかボールをですね、テレキャッチすればいいところを胸トラップするあたり、確か2回ぐらいあったんですけども、何なんでしょうね、あれ。ちょっと相手チームからしたら、おそらくね、ちょっとイラッとするようなプレイ。まあ、時間をですね、うまく稼ぐという部分でも、胸トラップしてから、まあ、ボールをですね、もう手で持つこともできますから、そういった部分でも、上福本選手のいやらしさっていうのがですね、まあ、この試合、もう、守備範囲の広さ、および、この時間稼ぎの部分でも、また、この、その先制点のですね、ビルドアップのね、この、チャレンジ度具合からしても、上福本選手、この試合でも、相変わらず目立っておりましたし、また他でピックアップワードとして取り上げておきたいのが、走る大先輩宇高に対しチンタラな後輩イスマイラとありまして、途中出場のイスマイラ選手、もうなんなんと言いたいくらい、もうこの試合で唯一ネガティブなことを挙げるのであれば、このイスマイラ選手、もうフル出場している大先輩のピーター・ウタカ選手がそのボールを奪った後スプリントをしており、その反面このイスマイラ選手が途中出場で元気があるにもかかわらずスピードアップをしないあたり、なんでやねんと。これはですね、もう先輩後輩の間柄とかだけじゃなく、そのサンガのですね、戦術面を見ても、イスマイラ選手がスプリントをすることによって他の選手にですね、まあ、時間を、まあ、休む時間を与えるでないですけども、余裕を与えるっていう部分でもイスマイラ選手がもっと走らないといけなかった。で、またそのサイドからのクロスの部分でもですね、このイスマイラ選手、そのオフザボールの動きに全く工夫がなく、もう棒立ち状態、ここがですね、ちょっと非常に気がかり。まあ、単純にやる気がなかっただけなのか、それともね、まあ、途中出場で時間を稼ぐことに注力しなければいけなかったのかっていうのはわからないんですが、ちょっと思いっきりのなさがですね、この思いっきりが本当になさすぎて、イスマイラ選手には、ちょっとがっかりした部分があり、私が監督だったらおそらく、もう、その枠が仮に残っていたとすれば、この、途中出場ながらもこのイスマイラ選手を途中出場途中交代させていたと思います。まあ、それぐらいですね、ちょっとイスマイラ選手には気持ちが見えない部分はあったので、まあ、とはいえちょっと五分五分のボールはですね、もうマイボールにするこの能力の高さは見せつけておりましたので、まあこの次節あるのかちょっとわからないんですけども、まあルヴァンカップ、まあおそらく出るであろうと思われますので、まあ、メンタルコントロールおよびその動きの質の部分もですね、ちょっとイスマイラ選手に関してはどう改善するのかも含めて、注目しておきたいと思います。以上、試合の流れやピックアップワード等を取り上げたところで、次この試合の MVP を取り上げていきたいと思います。これは一人だけ、勝利した京都サンガ FC からディフェンダーの
荻原拓也選手。連戦も何のその、足がつる選手続出の中、圧倒的走力と得点で京都を牽引とありまして、いやー、この試合スプリントの数が本当にえげつなかったこの荻原選手、まあ、得点の部分もそうですし、あとは守備の部分でもですね、もうマテウス・サビオ選手との1対1の部分でも非常にバチバチとやり合う部分が多く、まあ本当にこのスプリントもう J2 時代では圧倒でありましたが、 J1 の舞台でももう徐々に圧倒できるようになってきたなと。普通相手のディフェンダーと1対1で縦1本でそのクロスに持っていこうとするなんて相当自信がないとできないプレーでありましたので、まあ、舞台が J2 から J1 に変わってもですね、同じプレーを繰り広げることもできてますし、またこのもうプレスバックの部分を見ても、まあ、マテウス・サビオ選手をしっかり抑えており、マテウス・サビオ選手をですねイラつかせる部分もありましたので、まあ本当に昨シーズンに関しては前半でパワーを使い果たして後半途中で交代するのがですねデフォルトでありましたが、もう今節に至ってはフル出場で、もう本当に素晴らしい。荻原選手がフル出場するって、まあ、相当ですね体が切れてる、およびそのゲームの流れもですね非常にいいところまで持っていけてる証拠でありますので、このアクセルとしての役割をですね、まあ、存分にですね、まあ、発揮し、かつ先制弾をもたらした荻原選手に関しては、もうこれは誰が見て もうこの試合の MVP は荻原選手しかいないのではないでしょうか。以上、連戦の真っ只中らしく足がつる選手が続出もサンガの総合力を示し、しかもサンガサポーターにとっては悔し涙を飲んだあの柏の地で雪辱を果たすことができ、サンガのサポーターにとって最高の夜となった2022年 J1 リーグ第9節柏レイソル VS 京都サンガ FC 戦のレビューでした。そこで次、中2日で迎える次の試合、ルヴァンカップグループ C の第3節中断試合となったゲームの再開戦、4月20日の水曜ナイターゲーム VS コンサドーレ札幌戦、中断試合ということもあるので、おそらくサンガのサポーターとしてはですね予定が崩れてこのゲーム行けないっていう方が多く、そのサンガの選手としてはですね非常に心細いゲームになるかもしれませんが、そこはサンガサポーターとしてもですね駆けつけてくれる方はいるでしょうから、そのサポーターのためにもですね、まあ、おそらくメンバーは入れ替わるでしょうが、そのサンガのですね戦いっぷりをですねしっかりと現地に、まあ、来られる数少ないサポーターの方に見せつけてほしい。もう勝てばグループリーグ突破をですね大いに引き寄せられる一戦でありますので、まあこの試合札幌としては1週間以内に同じ相手に2度やられたくはないでしょうから、その札幌の心情を逆手に取ることができるのか、まあ、この第1戦に関しては京都が出足この札幌にやられてしまいましたが、徐々に京都がですねちょっとあの配置を後ろ寄りにした結果、その札幌のビルドアップをですねうまくはめることができましたので、おそらくこの試合も京都としてはですね前にガンガンに行くっていうよりかは、その前回の札幌戦の反省を生かして、まあ札幌幅広くですねピッチ幅を幅広く使って、まあ選手の配置をし、今ビルドアップをしてくるチームでありますので、このはめていく展開に京都としては持っていきたいでしょうから、まあ、それがですねその第一戦の時に、まあ、成し遂げた戦いをですね同じくすることができるのか、もしくは札幌のですね対策が上回るのかも含めて非常に楽しみでありますし、この試合を勝てば京都としては、まあ、グループリーグ突破はもう非常にですね固いと言ってもいいくらいのですね戦いになると思いますので、まあ、グループリーグ突破をですねもう確実にする勝利を期待してここらで終わっていきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録評価コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。イシモンジャップ TV でした。